前日に日本人女性との結婚を発表したドジャースの大谷翔平、29が29日、日本時間3月1日、キャンプ地の米アリゾナ州グレンデールでの練習前に会見した。お相手については、日本人の方ですね。入籍日は言わなくていいかな。至って普通の人というか、ふふふ、普通の日本人の人ですね、と語った。出会いいにつてては知り合って 正確な日付はわからないですけど、初めて会ったのは3、4年ぐらい前。3年ちょっとかな、と説明した。この時期の発表については、皆さんがうるさいので、と笑いつつ、決めてはこれと言っては。雰囲気というか、一緒にいて楽しいですし、と、のろけた。手料理については、まだ実際にはこっちに来て日は経っていないので、そこまで食べてないですね、と語り。 プロポーズは普通に言いました。あえてここでは言わない、と交わした。婚約については、婚約は去年なので、と、慣れ初めについては、短いスパンで会うことがあったので、と語った。大谷は米国時間28日に自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを報告。文書の画像を掲載し、本日は皆様に結婚いたしましたことを報告します、と記した。 お相手は日本人女性ですとし、英文の報告文ではお相手について、僕にとってとても特別な人、ベリースペシャルトゥーミーとつづっていた。日米60人の報道陣が集い、民放各局は生中継で対応した。